いや今回のね女子プロレスカードにはねゆきさんのあれがいっぱい入っているということで、きっとあれも出てくるんではないでしょうか。これ見せていった方がいいのかな。ででんででん、あ結構ねピュージーさん、ででん、あ会長、会長ナムさんの通常カードは会長、あミユネ、ミユネのなんかかっこいいやつ、そうかっこいいバージョンが混じってるんですよね。何これ、何バージョンって言うんだろう、何バージョンって言うんでしょうね。なんかこのバージョンのラムさんがめっちゃかっこいいです。すごい 黒いバッグかっこいい、ね、今回結構デザインにバリエーションがあるんですよね。うん、先は出ないぞ。ノーアイスパックね、ノーアイスパック、1枚もないぞアイスが。デリリル、よいしょ、キリン、あ出た、マヤコレアジュレボヤ、おーマヤコレ懐かしいやつ、そうユキさんのねいろんな歴代のコスチュームが入ってるんですよね。そうなんですよね、開けても開けても、あー会長、私服の会長、おーあセラリーさん、わー出ましたね、かっこいい、リリシー、リリシー、素敵、タニモモさん、わーピンク、ピンク、セラさんと私は結構アイスが、ドゥ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 、あフランクシスターズ、ペッペ、今日の今日でちょっと引きがいいかもしれないですね。これは団体、どこの団体の方々なのかな、私それアクトレスさんですね、アクトさんか、あマヤコレ出た、おおマヤコレが溜まってまいりました、あサインカード、わお大空知恵さんのサインカード出ました。東京女子さんかな、はい、あんまり出ないかもぞ、なんかめちゃめちゃアイス率高い時もあればなんかノーアイス続きますね。ゆきちゃん全部揃ったよって言われること結構あったんだけど、あら何があったんでしょうね。よいしょ、ディディン、あ出た、マヤコレ、ああマヤコレダブリがない、すごいね、かぶかぶらずなかなか、あんまりと、あ赤いサキさん、あれなんかアイス率低いですね、ねレオンさん、ジェイさん結構、はい、ジェイさんと登場さんがすごい多いです今のところ、ねアイスがあんま出ないぞ、出ないですね、あれれれれあれあれ、あ、おざきまいか、お出ました、あ、なお、石川なお、わお初カードですかね、そうだね、そうだね、マリマンジさん、おあ、長谷川よしこさん、アクトセクシー水着カードですかね、水着のバージョン、わお、あ、こうごももちゃん、ももこもももももももちゃん、もも、もももももが揃った、藤本つっくさん、藤本つっくさん、おーようやくアイス、ようやくアイスが徐々にアイス率が低いね、アイス率、いや前回開けた時は結構アイス率高かったんですけどね、本当、はい、あれれれれあれれ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 あれれれれ、大外れは宮古って来てますね。今回のには入ってないのかな。宮古さんいないでしょ。はい。次回のには入ってますね。マヤコレ、また別コスが出た。わお。マヤコレかぶりなし。お、鈴の私服カード。私服カード。あ、長谷川よしこさん。通常バージョン。清水ひかりさん、これもあれだね。そうですね。アクトの。あ、沙織。やっぱね、アクトレスの方って人数が多いからその分カードも多いんでしょうね。意外と意外と、あれゆきさん、アイスの選手のあ、ヒイラギくるみ、おお対戦相手が出てまいりました、さきさん、アクトレス、はい、伊藤真希さん、どうぞ、はい
あ、いぶき。お、トトロさつき。お、アイスアイス。あ、藤本塚さん。おお、これ結構アイスパックでしたね。アイスパック。まだ出たぞ。ラスト。いい感じ、いい感じ。最後だ。さあ、果たしてラストは。最後。あれ。あれれれれ。あれ？東条さんが多いかな？あら、東条さんパックだったか。あ、会長のサインカード出た。おお、会長。レアレア。レアやん。あ、鈴木すず？私服じゃなくて通常カード。おー、通常。クレアさん。いやピー。おお。あれ、で終わりでございますね。なるほど。まあ結構アイスの選手は被りもなく出て、うん、マヤコレも全部被りなく出たということで。一個も、うん、被ってない。はい。そして多分ね、ラムさんがね 4,5 種類ある中の3種類揃いましたね。おー、はい、サインカードとかいいやつじゃないの、ね、シリアルナンバーが30分の30でした。ほんとだ、30分の30レアカードなんじゃないのね。レアですよ。へー、すごーい、サインカード当たりましたね。なるほど。すごい、これのね、黒色のね、ラムさんのカードね、以前出たんですけど、めっちゃかっこいいんですよ。へぇ、すごい、会長いっぱいね。いや、今回のパックのね、あの表紙といい、すごいいい写真が多いですね。3や4団体ぐらいとフリー選手、今回はフリー選手でも出てる方と出てない方がいるのかな。あ、そうか、レギュラー参戦してれば入ってるって感じかな。4団体、5団体くらいですね。 J さん、アクトレスさん、東条さん、まあ、ラムさんが入ってアイスがあって、そうね、うん、そうね、あ、そうね、東条さん、うん、多分団体としてはそんな感じで。そうだね、多分タイミング的にフリーになった方もいらっしゃるけどみたいな感じですかね。うん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 、うん、なるほど。まあ、多分アノーさんとかみたいにいろいろ出てる方とか、もともと団体だった方とかは出てるのかな。うんうんうん、うん、どうなんですかね、選考基準がちょっと。なるほど、そうなんだ。だからあれなんだね、少ない。宮子は発禁です。発禁。残念、次回は宮子さんいます。この前撮影でしたって言ってました。そうだよね、だって通常のさ、いつも1年に1回出るやつは絶対あるはずだもんね。そうなんです、そうなんです、あれは絶対いるので。すごい、私服カードが出たのはつっかさんと鈴木すずね。はい、これはまあまあレアなやつ。私服カードはそうですね、そんなに数入ってないですか。はい、私服とか水着とかサインカードとかレアですね。そうね、うん、ラム会長も実質アイス枠で今回入ってそう、まあ、確かにね、こうアイスにレギュラー参戦していただいてるからこそっていうのはあるかもしれないですね、うんうんうん、え、スズって153センチしかないの。そうなんですか、本当。え、藤本さんが158センチ50キロで、スズが153センチ52キロ。え、藤本さん158もあるんですかね。すず153、え、いや、そうなの、もうちょっと伸びてるんじゃないですか、成長期だろうし、もう 2,3 センチ伸びてそうな気がしますけど、すず ね、なんか身体測定ね、したいですね。本当よ、うん、もっと大きい気がする。藤本さんちょっと持ってる。どうなんでしょうか。リリシーな、セラさん、セラさんはリリシーですよね。もう色も凛々しいよ。いや、すごい、もうこの貫禄すごい強そう。いやー、いいですね、やっぱ背も高いし、ちょっとメンチ切ってるもんね、これ。そうですね、ちょっと、あ、こういう感じ。なんかもうちょっと怒っててもおかしくないぐらいの顔してますよ、うん、目つきの鋭さ、うん、かっこいいよ。いやー、へえ、なるほどなるほど。多分登録されてるのと現在は違ってたりする。確かに最初ね、測った時の身長でずっと登録されてるかもしれないのでね。そっか、伸びてればあれだね、うん、
くるみさんもプロフよりでかそう。あ、プロフィールは165センチ70キロ、よりでかそう。うん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 、こんな気がする。はい、でかいと思います。まあ、くるみさんもねお若いですからね、うん、いつ時点でっていうのがありますからね、どんどん成長してますから、うんうん、そうだよ。いや今は多分もうちょっとでかいと思います。私もそう思う私もそう思うよね。そうですよね、うん、すずもきっとね次は次から変わってるかもしれないですね。もしかしたら背とか伸びてるかもしれない、うん、そうですよそうですよ、156ぐらいにはいってるかもしれないですね。せやです、うん、153ってことはなさそうな。ねえ。ね。いや、まあやっぱリング上ででっかく見えるっていうのもありますけれどもね。そうよそうよ、うんうん、アイスは年一でその辺更新しましょう。確かにプロフィールなかなか変えてないですね。背測る機会もないですからね。だね。私毎年でもね体重は変えてってる気がする。お、増やしてってる気がする。体重はねなんか自宅でも測れますけど、体重計あれば、うん、身長がなかなか測る機会が、整体とか行って測れるぐらいですか。ああ、なるほどね、なるほど。温泉とかね。こちらはあれがあるかね、健康診断。ああ、そっか。そう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 。じゃあ背が伸びたら変えましょう。そうね。そうしよう。縮んだらそのままでもいいんで。伸びたらいいのにね。ね、背欲しいですよね。